はい、どうも、アクです。今回もモーダンウォーフェア3の実況プレイやっていきたいと思います。このマップなんだっけ？あれか、モダンのマップか？あ、違うな。モダン2だな、これも。今回も SPX でいきます。これもね、これもモダン2のマップだね。開幕、めっちゃ開幕じゃん、これ。誰一人やれてないけど。ちょっと待って、ね、リロードさせて。来てるから。あー、外すか、あれ。いやー、懐かしいな。全部懐かしいな。っていうか、あれなのかな？モナ2のマップしか入ってないのかな？まさか。危ね。まさかとは思うけど。こっちにいるよね、多分。倒せなかった。このマップもね、そのマップ モーダー2ね、スナイパーが使いやすいマップが多分なんかいっぱいあるようなイメージなんだけど、あれとかないのかな、チェルノブイリのマップとかね、あれとかあるとすごい楽しいんだけど、どうなんでしょう。どこまでね、モーダー2のマップが実装されてるのか分かんないんだけど。危ね、よかった、右見て。どちら？うん、結構ここ、こんなにの開けてたっけか。こんなに開けてたか。こんなもんだっけ？ここから来るでしょ、絶対。あー、横か。このね、建物の中ね、見づらいんだよね。体育する、体育。あ、ミスった、これ。これ、あれじゃん。ロックできないやつじゃん、これ。なんだよ。適当にね、これかなと思って入れたんだけど、これ、ただのランチャーじゃん、これ。RPG-7 みたいな。あー、残念。これ、待ってよ、レーザーついてる。あ、レーザーついてるか。じゃあ、バレるんだ。あー、でもなんかいいなー。モダン2やってるみたいで。まあ、当時のモダン2の格段にやりやすいんだけどさ。結構そのままなんだよね。え？どうしよう。こっちかな？敵どこにいる？真ん中？待って、これ全然エイムアシスト効いてない気がするんだけど。全然効いてないよね、これ。オフにしてんのかな？ オフにしてたっけか。あ、そうだ、壊せねえんだった。ちょっとね、次 この試合終わったらちゃんとした対空装備で行きたいと思いますので。今回ミスったな、これ。 UAV 破壊できないじゃん、これじゃ。なんかロックできそうなんだけどね、見た目で。なんかジャベリンみたいなやつと、どっから撃たれた？ジャベリンみたいなやつと、まあ、RPG-7 とこれとってあったんだけど、あとはまあモダン2の、引き継ぎっていうか、モダン2時代からある、対空ミサイル入ってたんだけど。待ってよ、ふざけてるうちに押されてんな、めっちゃ。ああ、ちょっと外回ってこうか。回り方変えよう。あー、うまいな、この人。普通にね、アサルトにね、あの距離でも全然打ち負けちゃうので、怖
怖い怖い。巡航ミサイルか、あれ。やっぱり全然エイムアシストかかってる感がないんだよな。全然引っかかりがないっていうか、本当に自力で合わせていかないと、そういう感じだけどね。まあでもこの距離も全然反射なしで一発でいけるから、ミスター後ろなんか見るんじゃなかった。いやでも楽しい楽しい、普通に当たらないけど、当たらないけど、まあ楽しいですね。そんなごめん、破壊できないんだった、ごめんなさい本当に。せめてね、スナイパーで活躍できないんだったら対空してやろうっていう思いでやってたんだけども、この真ん中行っちゃダメだな、結構開けてるから。モダン2の時こんな、もういいかということで、ちょっと戦績悪いんだけども、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。さよなら。